心配な車渋滞。行きは良い良い、帰りは怖いと言うけれど、まさに車での渋滞は怖い。雪は元気があるので、多少の渋滞は我慢ができる。我慢できるだけの元気がある。帰りは疲れていて、注意が散漫になってしまう。渋滞中の他の車との車間距離を見誤ってしまう。接触するリスクが高まります。渋滞に巻き込まれている車両の追突事故を見かける。教訓にゆっくりと進んでいると、後ろからクラクションが鳴る。イライラが車内に充満する。楽しかった帰省もご破産になってしまう。お土産も疲れて、後部トランクで眠っている。スマホで気を紛らわしていたら、急ブレーキをかけてしまうことになる。ヒヤヒヤドキドキの帰りの運転。ますます疲れてしまう。日が落ちるのも早く感じてしまう。ドライブインでエンジンやエアコンを切らないで、エンジンの故障を招いている車がいる。切っても。再始動に苦しんでいる車がいる。エアコンは最低限の冷房を確保するために必要なので、渋滞中は必要に応じて調整することです。天候にも注意したい。渋滞中に雨や霧などの悪天候に遭遇した場合は、特に注意が必要です。視界が悪くなるため、ゆっくりと運転し、車間距離をしっかり確保することが重要です。心理的ストレスに弱い人は、時間がかかってイライラしたり、焦りを感じたりすることがあります。適度に休憩をとったり、音楽を聴いたり、リラックスする方法を見つけて、心理的ストレスに対処します。事故を起こしては、すべての思い出が無に帰します。